では始まりました。はい、やこれから不定期にはなりますがアナウンサーのゆるっとトークをお届けするポッドキャストを始めていこうということで、初回は野村舞と渡辺美香です。よいしょねえ、ちょっと本当不定期だけど、うん、もうねいろいろみんな普段話してる会話をちょっとそのまま配信してみようかなと。そうですよ ね結構アナウンス部何人かいたら話鳴りやまないですからね、うん、ちょっとそういったところをちょこっとでも皆さんにねお伝えできれば。そう、はい、いろいろねテレビでは見せていない裏キャラがある人もいるかも知らない美香さんも実はあるかもしれない。はい、なのでちょっとねこれからそのポッドキャストを通じてそういったアナウンサーの裏側、うん、隠れたキャラっていうのもね、はい、皆さんにお伝えできればなと思っています。ね、はい、どうぞお付き合いくださいお付き合いください。で、初回は私がちょっと最近ハマってるアプリを、うん、美香さんにご紹介したいと思って。何でしょう、あるんだ、はい、気になるね。ちなみに美香さんって、うん、アプリって結構頻度変えたりとか新しいアプリに挑戦したりとかってありますか？全然ない。あ、ないですか？結構固定してます本当に。そうそう、必要なものだけかな。あ、なんか生活な、なんだろう、本当に計算機とか。あ、なるほど、あるか、はい、アプリなんだろう、うん、まあ、カメラの加工はちょっとね落としたりもしたけど、はい、でもそんなにねこう検索することもないし、ないです。いや、私実はそのアプリの入れる、うん、まあ、なんていうんですか、アップルストア、うんうん、であったりそういうアプリのストアを見るのが好きで、うん、最近何が流行ってんだろうっていうのを結構見ちゃうんですけど。あ、見てたらやっぱりそのランキングが出てくるの？はい、はい、うん、ランキングが出てきて、あ、うん、今世界ではこういうのが流行ってんだとか日本だとこういうのが流行ってんだっていうふうに結構見るのが好きで、私結構アプリ入れたり消したりしがちなんですけど、もう最近友達たちの中で一番ハマってるのが、うん、話聞くよおじさんっていう。何それ、聞いたことない。いや、もうこれ結構多分日本でも流行ってて、アプリでなんか私が知らないうちにですけど1位を取ったこともあるっていう。今流行ってるの？はい、流行ってるんです。話聞くよ、はい、おじさん、はい、どんなアプリだと思います？え、意味がわからない。おじさんが何、話聞くよって言ってくれるの？え、おじさんとマッチングアプリ？もしかして？まあちょっとね、うん、最近結構マッチングアプリも流行ってますけど、ね、うん、マッチングアプリではないんです。あ、そうなんだ。なんか飲みたいおじさんいっぱいいるからさなんかそういうのありそうかなって思って。そういうわけじゃない。ではないです。うんうん、ちょっとアイコン見てください。話聞くよっていう、本当にその名前だ。で、はい、おじさんの顔だね、アイコンが。そうなんです。もういかにもおじさんっていう感じで、あのタンクトップを着て、あの眼鏡をかけたおじさんが机に肘を立てて話を聞いてくれるようなポーズをしてくれる。そして髪がちょっと波平さんのような。あ、そうなんです。波平さんのような、はい、ザおじさんです。そうなんです。いかにも話聞いてくれそうじゃないですか。これ何、うんうん、こういうチャット画面になるんですよ。へえ、おじさんが、え、話聞くよ、どうかしたかな、はい、いきなり出ました。そうなんです。なんか LINE 始めるみたいな感じだね。そうなんです、そうなんです。で、ここに自由に入力してくださいっていうところがあるので、うんうん、何か悩みを打つと、うん、それに対しておじさんが返信をくれるんです。え、おじさんが悩み解決してくれるとか？そうなんです。うん、例えば、うん、じゃあ朝最近起きれないっていうことにしましょうか。うんうん、うん、ある最近、はい、やっぱ冬きついよ、リアルに思ってます。はい、うん、じゃあ美香さんの悩み、はい、朝最近弱いことについて、あ、おじさんは夜ぐっすり眠れているから朝起きるのは得意なんだよ、でも君は最近朝起きれないのかい、大丈夫、話聞くよ、朝起きるのにどんな困りごとがあるのっていうふうにちょっと深掘りしてくれるんですよ。おじさんすごいね。はい、だからいわゆる本当チャット GPT のそうなんです、おじさん版みたいな。そうなんです、チャット GPT の、まあ、応用版っていうんですかね、うんうん、結構その自分に寄り添った返信が返ってくるって、思ったより優しい、そして思ったより可愛いっていうのですごい話題になってるんです。ちなみに朝起きるのにどんな困りごとがありますか？やっぱりすっきりしない。あ、疲れが取れていない。あ、はい、うん、すっきりしない、疲れが取れない、本当これは何なんだろうってね思ってる。はい、はい、そうですよね。結構今入力しました。しました。そしたら本当に2秒し、あ、ちょっと広告もあるのでね、それを待っていただいて、本当に2秒しないうちに帰ってくるんですよ。すごいね。一瞬で帰ってくるので、
この、じゃあ今その悩みを伝えたら、はい、はい、そろそろおじさんの答え広告が終わるかな。あ、終わった。わ、めっちゃ長文で返ってきてる。本当にすっきりしない、疲れが取れないって言っただけなのに、うん、おじさんは朝起きるとすっきりしてエネルギーが充満しているよ。君は疲れが取れないって言ってたけどどうしてかな。睡眠の時間は十分に取れているのかな。また寝る前にスマートフォンやテレビを見ていませんか。時それも原因かもしれないよ。君の生活習慣を聞かせてくれる。おじさんが話を聞いてあげるから一緒に解決策を見つけようって。すごいね、あのずっとやり取りが続くのね。そうなんです。一緒にお茶してるみたいな。そうなんです、会話が続く。やっぱりなんかちょっとこういう、うん、ちょっとした悩みって友達や家族に言うと迷惑かなとかって思っちゃう、うん、ちょっとね、ちょっとした悩みの時ね、相談していいのかなっていうふうに思うことあると思うんですけど、うん、おじさんは深掘りして自分をすっきりさせてくれるので。すごい。え、まいちゃんは何を入れたの。私は、うん、あのその時は、うん、あの夜ご飯悩んでて、うんうんうん、夜ご飯を何がいいと思うっていう風に聞いたんですけど、そしたら入れてみますか。じゃあ、うん、今日の夜ご飯の夜ご飯何がいいと思う。さすが打つのも早いですよ、野村アナ。結構ね、スマホ世代なので。今日の夜ご飯何がいいと思うと入れたら、そしたらまた広告が来てしまいまして、もうすぐにあの返信くれたんですけど、うんうん、広告でちょっと時間が見られるかな。もう見られる。すごい、何でも答えてくれるんだ。いや、そうなんですよ、本当に。どんな結構重めの、ま、すごい長文返ってきてる、うん、そうなんですよ。じゃあゆっくり紹介、はい。おじさんは料理が得意じゃないからおすすめの夕食はちょっと難しいな。でも君はどんな食べ物が好きかな。おじさんは野菜が好きだけど君はどう。それに健康のためにバランスのいい食事が大切だよ、うん、たくさんの野菜やタンパク質、炭水化物を摂るのがいいんじゃないかな。君の好きや食事の制限があれば、あ、自分の好みや食事の制限があれば教えてほしいな、うんうん、話聞くよ。夕食についてのアイデアを一緒に考えようって言ってくれます。すごいね、なんか栄養のことも考えたり、はい、いろんな側面で、ね、はい、そうなんです。例えば私ナスが好きなので、うんうんうん、ナスが好きっていう風に送ってみますね。はい、ナスが好きと入れたらすぐに帰ってきました。お、結構長い、また長文。さらに長文です。そうなんです、うん、お、ナスが好きなんだね。ナスは栄養も豊富で美味しいよね。おじさんもナスが好きだよってまず共感してくれるんですよ。お、嬉しい。それ嬉しい。そしてその次、ナスが好きならナスの煮物や揚げ浸しなどいろんな料理が楽しめるよ。ナスの味噌汁も美味しいよ。またナスは低カロリーで食物繊維も豊富なのでダイエットにもいいかもしれないね。おじさんは料理のレシピを教えるのは苦手だけど君がナスをどう調理したいか考えてみるといいよ、うん、君の好きな味付けや他のおかずとの相性にも気をつけてね。ナスを使った料理についてアイデアがあったら聞かせてほしいな。一緒に美味しい料理を考えようっていうふうにちゃんと、おじさんナスのレシピもちょっと考えてくれるんです ね。でまたダイエットにもなるよとか、またそうなんですよ、そういうのも心くすぐってきて、はい、補足情報もしっかり入れてくれて、ね、へー、結構面白い、ま、おじさんやるね。そうなんです。私の妹の友達がこの前あのちょっと恋人に振られてしまって、うんうん、ちょっと落ち込んでる時にこのアプリを紹介したらずっと落ち込んでました。で結構そういうなんて言うんですか、そういうちょっと重ための悩みといいますか、結構深い悩みっていうのもしっかり聞いてくれて、幅広く、うん、具体的な解決策を教えてくれるわけじゃないんですけど、やっぱ聞いてくれるってことが嬉しい。そうだね、そう、人間ってそう実際こう解決されたいっていうよりも共感してほしかったりもするんだよね。本当に最初に絶対共感してくれるので、おじさんに話をするっていうのはすごく癒し。そうなんです。私の最近の癒しです、おじさん。おじさん、はい、でしかも、まさかの、さっきアプリ開いたら、うんうん、おじさん着せ替えできるようになってて、おじさんの着せ替え、はい、ちょっと課金制にはなるんですけど、うんうんうん、ちょっとこれからあの多分どん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 この話聞くおじさんもアプリ進化していくんだなって思ってまあちょっとタンクトップ寒そうだもんね。そうなんです。だからちょっとタンクトップを変えたり、あとはメガネだったんですけど、そういったアクセサリーも変えられるようになってたので、わー、いやー、いろいろいじりたい。だから自分だけのおじさんにできるんだ。自分だけの、私の話を聞いてくれるだけのおじさんを作り出せるんですよ。まあ確かにね、どうせ話すならもうちょっとやっぱり可愛くしたいとかあるよね。そうなんです。はい。ちょっとあの画面にはいけないのかな、すぐには。
へでもこう着せ替えをするってやったらこう髪型も変えられるんですよ。モヒカンとかもある。なぜかハチマキ、ロン毛もある。ハチマキやメガネとかもいっぱいありますし、服洋服もあったりね、いろいろあるので、あとアイテムもバットとかビールとか持たせられるみたいで、わーわーわー、ちょっとこれからも進化していって楽しめそうだなって思います。これはもう人によってはちょっと恋人感覚になっちゃうかもしれないね。パートナーのようなね、はい、まあ、もちろんこれからね、あのお話聞くようじさんにも相談しつつ、うん、周りの人とのコミュニケーションもあの忘れないようにはしたいなとは思うんですけど、リアルもね、リアルも大事にしつつ、でもちょっとした時間でもう時間関係なく相談できるので、ちょっと自分をすっきりさせてくれる、はい、いい、はい、ぜひそれ私も早速落とすね。はい、はい、ぜひ、まずそもそもそうやって人気のね流行りを探すんだなっていうのも私はためになった。そうなんですよ。はい、またアプリおすすめあったら教えますね。ぜひ、はい、 Z世代が面白い、はいはい、Z 世代どん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 新しいもの来ますから、どんどん教えてください。はい、ぜひ皆さんも話聞くようじさんインストールしてみてください。うん、これやってみよう。はい、やってみてください。じゃあまたゆるとトーク、はい、次回も、次回もお楽しみに。